やーほ、皆さんこんにちは、中西でーす。せいちゃんでーす。とりあえず今私は腹減ったよね、何するみたいな感じなんだよね今。でも最近さ、食べ過ぎなのよ私たち。え、嘘、そんなに食べてない。え、嘘、さっきの顔して。え、嘘でも食べたいじゃん。最近食いすぎだからカロリーも消費しなきゃいけないかなと思って、だから散歩して食おう。散歩して食おう、うん、だから食うとこまで歩く。この間急にあのナスちゃんにね、カメラのバッテリーを預けちゃってて、それで解散して、で次の日それ取りに行くねって言ったので、ナスちゃんお客さん終わって私取りに行ったわけよ、うん、そしたらねえ散歩しようって言われてでアイス食べようみたいな。でアイス屋はしごしたからね。最後韓国料理の飯田子食って帰ってきた。ウケねえ本当にさ、それで歩いて帰ってきたから、ずっとじゃあだから歩き、食って食って食いまくって歩いて帰ってきてみたいな。で最後 UFO キャッチャーでこんなしこたま取って帰ってきた。ウケる、何してんの、何をしてんだろうね私たち。早くもして、行くよ。とりあえず今からお家を出て、何を食べるか決まってないですけども行きたいと思います。レッツゴー。え、どういうことなんて言った今。あー、そんなのしなくていいから。やだなんて言ったの、言いなさい。車で行かないよねもう言いかげんにして。ねえ、お願い、車で行かない。行かわかりました。歩いていく。タクシーは本当に、はい、わかった。ちゃんと歩いてます。腹減りすぎてさ、もうどうでもいいんだけど、なんかもうどうでもいいから早く何かを食わせろとりあえずさ、私たちはさ日焼け止めを塗ってないのよ。やばいよ、もう34歳になるのに。あ、マッサージ来た今。予定変更しすぎでしょ、ね、あ、でも私整体行かないと怒られるんだった。なんかね、姿勢が悪すぎて整体に行けって言われたんだけど。誰に？皮膚科の先生に。顔のむくみがとか言ってさ、先生に相談してたの午前中。このさ、ニキビをさ潰しにさ皮膚科に行ったから、うん、そしたらさ、肩こりとか首こりがある人は顔がむくむんだって。今下に向かってね喋ってるんだけど、これがダメ。これ？ねえ無理。すごいじゃん、この角度いいね青春の1ページね、本当に何食べる？なんか早くしてマジで。カフェ行こうよ。カフェで撮影許可が取れるかどうかを連絡して。 OK、 今からしてみます。はい、さよなら。はーい、お父様食べてるとこを軽く撮るっていう。はい、よろしくお願いします。どうですか？ OK。 あー、もうありがとうございます、れいちゃん。え、歩いていく？車で行く？一回そこまで車で行く。あ、あなたが言ったんだからね今。車が来たら乗ろう。歩いてて、タクシーが来たら、はい、あ、今行ったんじゃね？え、逃したじゃん。なんで止まってみちゃダメ？なんで？だって後ろ見なきゃダメじゃん。あの感覚で感じ取ったら、後ろ感じ取ったら。お腹すいた、マジで来ないじゃん散歩ぐらい歩いてあ、来た来てないじゃん。逃したじゃん今だから言ったじゃん、後ろちゃんと見たあー、危ねえ。結局なんかこれ散歩っていうタイトルだったのにさ、タクシー乗ってんじゃんねということで、私たちは原宿に参りました。れいちゃんがすごく行きたがっていたキャロライン。でーす。はーい、食べましょう、食べましょう。ストレンジャーシングスなの？恐ろしい、怖いわ。やばいよ、これに、これに恐ろしい、怖い、この女あざといわ。アメリカではありませんよ、ここはプリントクラブです。
ってくるんですか。花鳥風月ちょっとここでボドル札でプリクラを撮れるみたいなのをちょっと撮ってみますね。あ、え、無理、パンソク映ってる。来て結構なデカさ。これが一番ウケるんです。こいつ悪いね。ちょっともう次行きますよ、急いで、時間がないから。はい、ひどい、本当に大好きなんだよ。この同じ顔して、同じ顔してねえ、あー面白かった。最高だった。お腹いっぱい。れいちゃんすげえ食ってたよね。海のような勢いで食ってたけど大丈夫？すごい、いろんな美味しそうなところがあるね、歩いてると、わー、豪邸だって。うーん、 4LDK 車庫2台ルーフバルコニー40畳、やばくない？でも値段見て5000、え、待って5億、うん、あのなんかすごい55,780円感覚でさ、うん、私55,780円月払えば住めるのかな。バカでしょ。5億だった。私たちまだまだだね。まだまだだね。5億ってさ、生きてるうちに使うのかな。使うのかな。生きてるうちに稼げる5億ね。わかるわかる、そうわかる。まず持ってね、そんなお金もらえなくない。いやさ、この間ゴールデンウィークに帰ったじゃん私、うん、長崎にね。そしたらね、うん、パパが車の中でさ、何の曲を聴いてたと思う。え、何あれじゃない、あのチャッキーがさ聴いてたさ、若鷹軍団我らの我らのソフトバンクホークスじゃないの。あれ急に流れてきたよ私もハワイで。マジで、マジで。え、何流してたのパパ。 MER の主題歌を。パパってさ洋楽ばっかり聞く、ね、洋楽ばっかり聞く。だって日本の曲とか絶対聞かないよ。聞かないのに、うん、え、だから面白かった。そのアクーガレスペイタウキバラーアオオノロツアララ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 ラ。え、でもすごいいい曲だよ。そうそう、ララ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 でしょ。パパが聴いてたの。珍しいじゃん。めっちゃ珍しいの。珍しい。これ結構地球引き抜かれぐらい珍しいよ。めっちゃ今ハマってるっぽくて、嫌い大さんのライブ行きたいって言い出す、言い出すんじゃないのかなって思うぐらい。そんだけ MER が良かったみたいで、パパの携帯を繋いだ瞬間一番最初に流れるの。やばマジで、うん、大好きじゃん。大好きなの。ごめんね、高輪先生はオレンジの髪の毛になったんだよ。さあね、ちょっとさ、たい焼き食いたい。たい焼き屋さんがあるからこの近く。半分こしようよ。半分こだったらよくなる。うん、で、あのお土産持って帰ろう、戸川君に。あ、いいなぁ。うん、そうしよう。あ、一番くじ、ちょっと一回だけやろう。これ当たりました。しかも一番ね、私たちが欲しかったのはタンブラーだったの。 そしたら一発目でタンブラーだったわけ。一回しか引いてないんだけど、一回でねタンブラーを引き当てたんだよね。タンブラーを引き当てた時のさ反応、え、タンブラーやった、いや、トムロ、やっと、やっと。マジでさ、本気で大好きな人みたいな感じでさ、ガチのさ、当てに来たやつみたいな感じでさ、何回かやって、やっと当たったみたいな反応だったよね。やっと、トムロ、やっと。ただいま。トカゲくんのお迎えも完了して家に帰ってきました。ただいま。トカゲくん、お帰り。ただいま。こい。お腹すいた。そうだよね、ママがお土産を買ってきましたよ。ちょっとレイちゃん、これだよ。あなた何買ってんの。開けなよ。レイちゃんは何番がいいの。絶対に。うわ、ペルシャ猫の赤ちゃん。何見て見て、トカゲくん。何、はペルシャ猫の赤ちゃんだ。前もあったよね。なんか動画回しながら開けるとさ、強くない。絶対やっぱ私だよ。ちょっと若干赤髪じゃん今。すごい。やっぱ私だよ。アイちゃん、アイちゃん、この間ね、おめでとう。すごい、かわいい。ということで、トカゲくんにお土産。はい、何それ。たい焼き。たい焼きです。どうぞお食べになってください。クリームと芋がある。どっちがいい。クリーム。クリームでしょ。あなたどこから食べよう。あ、そういう系、そういう系じゃん。見せて。うわ、どっちから食べますか。真ん中です。真ん中、珍しい系です。おいしい。いいな。私は頭からです。皮が薄くてうまいよこれ。ちょっと食べれば。うん、ちょっと食べてみよう。うん、うまいでしょ。うまい。ずっとだから言ってんじゃん。だけど
今日初めてあなたさ聞いてくれたじゃん、うん、めっちゃたい焼きってさ皮が結構厚くてさお腹ドカンってくんじゃん、うん、全然これ皮が薄いの、うん、それがうまくない上品そうクリームが多くて皮が薄いから重たくないんだよねうんうんうんいいでしょえうまい美味しいでしょ言ったじゃんだから、うん、さっさと早く行けよはいということで皆さん今日の東京お散歩はいかがでしたでしょうか今日ちょっと短時間お散歩だったからさ次ちょっとまたお休みの時にとかやくんもちょっとお散歩しようよお散歩したら何でも食べていいっていう無限大だよ今日結構歩いたよ1時間半ぐらい歩いたんじゃないのだからいっぱい食べたい時はいっぱい歩いて多分プラスだと思うんだけどカロリーはだけど歩かないよりマシじゃん、うん、はいということで皆さん今日の動画を見てくださってありがとうございましたチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いしますそしてインスタグラムとツイッターもやっておりますそちらの方のフォローもよろしくお願いしますそしてグッドボタンもお願いしますはいということでまた皆さん次の動画でお会いしましょうなんかリサでしたりーちゃんでしたうんとかやくんでしたバイバイ一番くじ